資源を持たない日本はウクライナ危機などの影響を受けやすいですね。もう国内に工場はいらないのではないでしょうか。国内生産能力の削減が進む中で輸出が減るとますます日本経済が苦しくなるという恐れがあります。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。今日の主なポイントは3つです。1、円安や資源高、脱炭素化など日本の工場には逆風が吹いています。2、日本の GDP の 19.7% は製造業が生み出しています。中国の 26%、 ドイツの 20% に次ぐ水準です。3、資源価格上昇などで輸入額が増える中で輸出が減ると日本経済は苦しくなる恐れがあります。というわけで今日は脱炭素が迫る最後の選択、工場が消えるをテーマにお届けします。日本の製造業、特に重工長大産業の国内製造拠点のリストラが増えています。ここ数年工場リストラは下火になってきましたが、それが脱炭素などを背景に再び閉鎖の動きが広がっています。竹政さん、背景について解説をお願いできますか。はい、円安や資源エネルギー高が深刻です。資源を持たない日本はウクライナ危機などの影響を受けやすいですね。さらに少子高齢化による人手不足も今後は深刻な生産の制約となってきます。確かに円安で輸出するメリットが薄れるのに、人手不足で人件費が上がれば国内生産は苦しくなります。はい、工場を維持する条件も厳しくなっています。カーボンニュートラル対応を求められていて、生産段階の脱炭素をはじめ様々なルートで日本の製造業を圧迫しています。さらに電気自動車が普及すればエンジン関連部品が大打撃を受けるだけでなく、輸出が難しくなるので自動車の国内生産は減っていきそうなんですね。ガソリン需要のさらなる減少で製油所の再編も加速するでしょうね。もう国内に工場はいらないのではないでしょうか。減っていくのは自然な流れに見えます。まあ、それがそんなに簡単な問題ではないんですね。製造業は日本経済を支える基幹産業です。日本の GDP の 19.7% を製造業が生み出しています。これは中国の 26%、 ドイツの 20% に次ぐ水準なんです。日本が製造立国なんて昔の話と思っていましたが、そうではないのですね。特に工場は地域経済を支えています、はい、製造業が盛んな地域は所得も高水準ですが、工場閉鎖となれば地方の空洞化を招くって恐れがあります。確かに企業城下町から企業が撤退すると影響は深刻です。はい、日本は戦後原料を輸入して加工して輸出するっていう加工貿易で高度成長を遂げました。製造業の多くは内需をはるかに上回る生産能力を国内に持つようになったんですね。で、その後バブル崩壊に少子高齢化が重なって内需も減っていきます。国内生産能力を縮小しても輸出依存の体質から脱却できていないままなんです。海外に工場を持つ製造業が増えています。それでも輸出依存体質が続いているわけですね。はい、自動車の国内生産は1990年に年間1350万台ありましたが、はい、コロナ前には約950万台まで減っています。しかし国内販売も777万台から500万台前後まで減少しており、輸出比率は5割弱で高止まりしたままです。さらに鉄鋼の場合は粗鋼生産はピークの 1.2 億トンから1億トンまで削減されました。この間に国内消費が4割も落ちたため輸出比率は90年の 15% から足元は 30% 台と上昇しているんです。それだけ輸出が多いなら円安は日本全体にはプラスに働くのではないでしょうか。はい、国全体の貿易収支で見た場合赤字になる年っていうのが増えています。海外投資などから上がる所得収支で経常黒字を稼ぐって構図になってますね。かつてのように貿易収支が恒常的な黒字でなくなったのは輸出が減ったからですか。はい、貿易収支の赤字はエネルギーや医薬品の輸入増加の影響です。資源価格は上昇すれば輸入額はますます増えていきます。
やはり資源がない日本にとっては輸出で外貨を稼げるっていう製造業は不可欠なんですね、はい、国内生産能力の削減が進む中で輸出が減るとますます日本経済が苦しくなるっていう恐れがあります。確かに難しい問題ですね。でも国単位でなく企業ごとに見ると国内生産のメリットはどこまであるのでしょうか。はい、大手自動車メーカーの幹部は国内生産が維持できなければ我々は生き残るために海外の現地生産に切り替えると、その時日本は何で食べていくのですかとよく口にしていたそうです。企業は海外に活路を生み出すことができますが、工場が消えると日本の社会をどう維持するのかっていう難しい問題に直面しています、はい、ということで今日は週刊東洋経済3月26日号の特集、工場が消えるより、山田武弘記者のレポートをお届けしました。今回ご紹介したのは一部です。もっと詳しい内容は特集でお読みいただけます。ご関心を持たれた方は概要欄のリンクをぜひチェックしてみてください。